にちは、皆さん。ウクライナ人のリアです。エビ大好きです。今日はゴストツシムを続きたいと思います。今日はリョウゾさんと一緒にモークがいるところの調査調べてみて、食材、食料を取りに行きたいと思います。こんにちは、リョウゾさん。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。ごめんなさい、違うボタンだった。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。4人。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に精ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。どうする？友人、友蔵の何？友蔵の書？石膏が戻った。来い。ちょっと待って。うちなんかいいものあるみたい。これが欲しい。コロギです。コオロギです。あ、持った人がいるね。あ、じゃあちょっとだけ。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。うん、挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の敵を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。私何とかするから、どうすればいい。櫓から目を離すな。わかったよ。なるほど。ちょっとこそこそゆっくり行って、後が来る。後で来る。よし、じゃあどこ行けばいいの。そこ、上か。いいのか。ちょっと失礼、お邪魔します。みんな、食料見つかったよ。ちょっとだけだけど、いいのか。あ、こっちもちょっとあるよ。こっちじゃない、待って。うわ、あ、でもここもある。これって登らないといけない。ちょっと登ってみよう。静かで。あー、ここは大変だね。何？ない、いる。じゃあごめんね。おじいわいもごめんね。私みんなを助けたいからね。他には何もない。やる方法。で？うち、違う。終わって。今食料がある。よし、合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。あ、これ何だった？これ何を壊したのか。この爆発のやつとか。いや、頼むぞ龍蔵。龍蔵来て。あ、来る。じゃあ私たちは戦わないと。え、何これ。ゼロ私がゼロです。違う、そう、そういうこと。背中から殺したくない。うわ、一人も残すな。みんな強い。強いのか。強いんだね。ちょっと待って、強い。やっぱりたくさんいるね。見ないで。おい。で、ちょっと後ろから入るから、ちょっと後ろのやつらを一緒やっちゃって。これとかね。これから誰か来るの？誰か来て。
あ、そうね。うわ、やられた。強い。なんで、リョウさんのあの服が弱いから私ちゃんと守ってくれないのか。そうですか。やっぱりこっちからやんない。あと、これをやっちゃって、これをやって、でみんなだんだん来る。これとかね。うわあ！どこがブロックできる、どこできないわかんない。あ、赤いやつできないよね。赤いやつどっか横に行かなくちゃいけない。でももしただのアタックだったらこのブロックできるから。ちゃんと分かれてやりましょう。こっちも誰もいないし。なんでユミ、なんでユミ君。うわうわ、ユミじゃない。やれ、うや、後ろ二人だ。空が綺麗ですね。やっぱりレベルが全然違う。君とか全然見えない。待って、次これとか、これとか。お、なんかいけたみたい。あれもやんないと。あ、私がそう、矢がない、矢が取れないと。おお、上のいる男。よし。おお。え？これだ、どうだった？一人も残すな。一人も残すな。じゃあ私たちも今と戦わないと。うわ！よし。うまい。うまくない。うまい。この畜生ども、こっちはどうかな。うぅ、強い。ゴリ、おお、いや、ちょっとですね、優しめにしようか。ここはそのゴリラで死んじゃうのはよくない。あの盾がでかいし、アーマーもちょっと低めだから苦しませたくない。うわー、よし、あの静か冷静であまりパニックしないで やりましょう。どこ、何、君何やってるの。うわ、そういうことか。あー、これできない。なんでくるくるなんでみんないい大勢いるな、いるなみんな。うわくわー、何か来るよ、あのうちの下に。よし、あとはこっち、どっかにいるんだ。ここか、じゃあ待って、私ここでやるから。じゃない誰も助けてくれない。
ジンが来たぞ。かっけー。だと言える。怖い。みんな見ない。か。ごめん。龍神の時、龍神の時を殺しちゃった。あ、このでっかいやつが。死ねえ。この畜生ども。どこ。よし。できたみたい。あとどこいる？あ、あっち。え、なんで逃げてるの？どこ逃げてるの？ちょっと待って、ここ。あれ？みんなどこで戦ってるの？あ、ここか。あ、結構いる。まだいる。よくるすぎよ。まだ？え、ほんと？どこどこ？あっちか。見られた。誰に見られたのか。ちょっと教えて。ゼニーに見られたと思うけど。あれ？まだ敵がいるの？すげえ多いね。あ、違う。おじうえ、ごめんなさい。私最悪の。ここじゃないな。息子じゃなくて、なんていう？メイじゃない？おい？あの？おじが言ってること全然聞かないで。あの。白から殺したりしてるから嫌ですよね。はい、どう？ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。ない？櫓にもなかった。他にはないか？もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか？干渉ならば多少はな。え、なんかいつの間に孫子を学んだ折だ。なんかちょっと流祖は怪しい。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。やってみないと分かんない。話を聞こうか。はい、行きましょう。まずは様子を探ろう。様子を探ろう。どこにあるのか。あ、ここ港か。あ、確か。よし、じゃあ調べよう。ここはね、浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。あ、その船を乗って追いつける。追いかける。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。わあ、じゃあ静かにしないといけない。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。じゃあ、あ、みんなこっから急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱、見ててください。あ、ちょっと待って。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね、何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。
またいずれ話そう。死なずに済んだらな。いらない。用意ができたようだな。松明を。あ、雨。頼んだぞ。雨は嫌だけど。お、あ、これ雨じゃ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。さすが仲間だね。で、私たち静かで行くですよね。鉄やった。待って、ここは行ける？え、本当に？本当に行けるの？あ、見つかっちゃった。見つかっちゃった。兵の相手をするな。ごめん。この船に乗り込むんだろ。違う。乗り込む。よし、じゃあ行く。次、次、次。そんなに敵がたくさんいないから。よし、行きましょう。早く。浮いたい。どこから？あっちから読みか。あれ、どうする私。これを。どこか。よし、じゃあ行きましょう。これ通したらいい。また新しいが出た。どこ？どこから出た君。よし、行こう行こう。早く。乗る乗る乗る。急がねばならぬ。貝を持て。うまくできたのかな。みんなもうまく逃げたのかな。あれ、ユミの部分。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。ああ。食い物を探そう。今こっちいっぱいあるよ。いる？ない。違う。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。うわ、食い物がたくさんあるよ。山たくさんあるよ。ないとか。待って、こっちも選びたい。上すぎなんかある？川。面白い。違う？何もないな。何もない。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。ないな。兵糧はあったか？いや、隣の船かもな。聞こえたか？4人、いや、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。戦いましょう。よし、こんにちは。いい船だな。さあ急ぐぞ。いいよ。弓兵がいるぞ。弓はあるか。お前は仲間に渡した。仲間に渡した。じゃあ弓がないってことは逃げるしかないね。くる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 。正面から突っ込むのかよ。うわ、裏手が来た。殺せ。できた。よし、ここから弓とか使ったらどうなの。お、来た来た。よし、こんにちは。うわ、誰かいる。あ、もう一人が来た。いた。エリューゾはどこ？あと6人。わかりました。こっちも誰もいないか。下に寄るよ君。君もユミ。よし。うわ、危なかった。あ、これも危ない。誰だ？人境ですよ。
ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。どこ行く？これみんなからの物とかいらないか。じゃあここはここから、あ、これ橋ここから取って次の船に。あれ？なんか馬？熊？誰？おい、俺だ。え、なんか動物が。あ、こんにちは。あ、そうじゃないのか。なんか龍さんにいないけど。どこにいるの？いや、こんにちは。ない。おや、行って。兵は。ここ何？長押しできる。何それ。いや、開けたくないんですけど。怖い。クマだったらどうする？クマは絶対死んじゃうから。どこ行く？待って。次は？あれ？どこ？地とか何もない。4。ああ。地図か。もうの兵略図か。龍蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。みんなどうやって食事食べて生きてるのか。この船には何もないのに。して龍蔵は？龍蔵に会え。あ、知りたいけどどこにいるのか。龍蔵、あ、龍蔵、うえぇ、開けてたまるか。待ってよ、待ってよ。負けられん。助けた？大丈夫か？助け立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。ああ、ゴールドボスだ。俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか？これしかねえんだろ。泳げる？龍蔵、今回ってる。どこに行く？泳げるのか。あ、次の船に行く？行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。どこ？食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか？地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか？俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。ああ。その地図がいるんだ。カネタの木には来てくれるな。約束しよう。おお。じゃあ地図をどうぞ。姿を見られるな。お前のようにか。かっけー。よし、ユズも仲間になった。新しいレベルじゃん。やった。
そら。猛虎相手にはまだ足りぬ。疲れてるのかい。絶対疲れてるね。大変だったね。今日はここまでです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とライクボタンをお願いします。バイバイ。